香りが釣りをやっています。ここは堺の、森の花、のところになります。やっぱりアオリイカっていうのはちょっと障害物のあるところがあるので、ここは、この右側に磯がありますので、この磯の周り、それとこっち側にスロープがありますので、このスロープの周りやあのテトラポットの周りにあります。で、秋の新このイカだともうこの、波打ち際の近くのところまで寄ってきてますので、そんなに投げる必要はないです。